鮮魚店での販売の様子鮮魚店とは、主に中央卸売市場から卸される魚と、エビやカニなどの甲殻類を中心に扱う魚介類、販売店を示す。一般的には、魚屋と言われる。近年ではスーパーマーケットでの販売形態が主流となり鮮魚小売店は減少傾向にある。現在、水産業を基幹産業としている地域でさえも、地魚ではなく、 輸入水産物の特定の魚種が消費される傾向がある。ただし、地魚のみで広い流通をまかなうのは量的に不可能である。また、地魚の料理方法がわからないために売れないという悪循環もある。お客さんが新鮮な魚介類を料理方法を店主に聞きながら購入できるという鮮魚店の役割が地産地消やフードマイレージなどの観点から近年は見直されている。 神奈川県では、昭和51年の2681点から、平成16年の1189点へと半分、近くに減少している。ゲイリー・テイラー、タッチストーン、エス・バター・ウィメン、ザ・レビュー・オブ・イングリッシュ・スタディーズ、騎士、187193、ドイ、10.1093、レス、騎士、126.187、ありがとうございます。